おいぜー、なんだっけ、あれだ、アルチに一番悪口言われたやつ勝ち選手権。握手しろや、クソメガネが言いすぎやろ。ごめんメガネ、アルチは普段から悪口言ってるわけじゃないからね。言っとるけど、あれなんかもう本当に思って言っとるやつじゃなくて、愛がある、そうそうそう、愛があるいじりだから、今回ね、そう引き出していくっていう、高級車数珠つなぎみたいな、高級車を見つけてなんか5億円達成したら勝ちみたいな、適当な偽企画でハルチ騙していきたいと思うんですけど、多分あれで騙せるからね、絶対やばいでしょマジで。なんでその中で、まあいろいろハルチにね、悪口言われるようなことを仕掛けていくから、ひどい悪口が来るかもしれんけど、それはね、俺らが悪い、俺らが変なこと言うから、言わんと逆にヤバいレベルのやつ俺見ちゃうもん、どうせ。よし、じゃあやっていくぞ。ちげえだろ。それでは悪口言っていくよ。ハルチでー、高級車呪術つなぎー。これの一発で高級車いっぱい探していくよ。はい、出発進行。高級車だし戻り返る、一軒家もそのうち帰る。今はハルチ、おやすみ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 、目の前の車どう、バカか、お前バカか、これ N ボックスの介護官、 N ワゴン。はい、ハルチ今度マンコ見してよ。なんでやねん。ハルチだからとかじゃなくて、あの子ってどういうマンコしとんやろうと思うときない？ないだろ。じゃあ私以外でお願いします。誰、例えば。じゃあまあカイちゃんのママとかでもいいんじゃない？大丈夫かお前。ねえ、ゲップしないで。ねえねえ小林、ゲップしないで。なんでゲップしちゃうの？ハルトが息できなくなるから。ハルチってなんでその下ネタに耐性があるの？でも別に嫌いではないんでしょ。触らないで。なんで？別に下ネタが嫌いなわけじゃないやな。嫌いだよ。ええ、嘘やん。この前だってテンテン見た瞬間、ええー、チンチンやん。あれだって本当にテンテンっていう文字に見えなかったの。何に見えたの？チンチンに見えた。ほらでもそういうの容赦なく言えるあたりが、じゃあもうチャハラとか見てみ。金玉って言うのってことじゃないの？違う、聞いて。例えば下ネタの言葉があるやん。うん、で言えないって一回言っちゃうと、その言葉がなんか特別なものに感じちゃうじゃん。あんなクソな言葉がね。え、違う、でも下ネタ嫌いなら言わん嫌いやん。あ、分かった。興味ない。小林みたいな感じ。下ネタに興味がないってこと。そう、興味がないから別に言っても言わなくても。なんで自分こんな言葉ごときが恥ずかしかったんやろってなっちゃう。どうでもいいけど、今撮ってた女の子めっちゃ可愛かったぞ。おかしいこいつ。後半何も聞いてなかった、ごめん。なんでやねん。あれから得意技、大声を出すだから。ねえ、やめて。ねえ、触らないでよ。最近その春、最近。もうお前勝手ないとけ。勝手ないとけ。大丈夫。意見変わるの早すぎんだよ、あれっち。どっちが本心。あ、だから優しい言葉だけ信じといて。嘘つけ。とっさに出る方が絶対本心だろ。触らないで、本心じゃないところだ。いや、本当に触らないで、それは本心。じゃあ最初が本心。間違いない。今ちゃんと外見てる？ちゃんと見てない。見ろよ。さっきさ、家の中に話しとったけど、俺がハルチの画像を見て親にしとった話。ね、本当にそれ笑うことじゃないぐらい気持ち悪い。いや、ガチなんやって、これが。笑おう、笑おうや。お、あ、僕が先行って5台見つけよう。今夜の車全部で行くやろ多分。いや、行かんわ。よし、じゃあ今から岡崎に行こう。言うてんねん、メガネかけるなよ。あんま顔面の形変わるまでボコボコにするぞ。怖っ、めっちゃくちゃ怖い。震えとるやろ、手ガクブル、うん、そういう女の子見るの好きなんや。カイト君怖いって言ってガクブルしとるやつが好き俺は。お前サイコパスやん、一番の。うん、そういう時に優しさを見せるやん、うん、大丈夫だよ。でそっからもう俺の奴隷。それただの DV 男やん。いや DV してよな、普通に子供もし生まれて DV してない。ハルチで子供が生まれても俺殴っちゃうかもしれない。ねえ、本当にもう近づけさせない。私に子供ができたらあなたなんて一番の害悪でしかない。害悪。メガネ貸してくれハルチ。パク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 。ねえ本当にキモいって。嫌いな人にやられたら、うわー、嫌だーなりやん。興味がないからもうさ、もうやめてみたいな感じやん。そうそう、リアクションするのがやめた。泣くぞ。遊んでくれないと泣いちゃうよ。声優誰か知っとる？知ってる、神木隆之介くんでしょ。ちょっと俺に顔似とるやん、神木隆之介。
全然出ない。この世の人間に殴られるぞ。とんでもない悪口来たこの世の人間。ハルチがさ、小林のこと口臭いなと思うときある？あるよ。じゃあ小林のチンコの匂いかける？死んだ方がマシ？匂い嗅がんと死ねよって言われたら、じゃあ死にますっていう。マジかマジか、まだ言うかお前。うん。昨日リンゴ剥こうとして家で、取ったら潰れてまって。なんで？嘘やん。いや本当にリンゴ潰せるよ俺だって。本当に？うん。昨日潰れてまって普通に持ったら、うん。って言って。ゴリラだ。ありがとう。ゴリラね俺は。ゴリラ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 。赤松寿司、この道わぁ覚えてるかお前ハザードやーここの右からイノシシが出てくるんじゃないかっていう奇襲を目標したでもあの一時停止絶対意味ないやろみたいな話しとったよね。そうそうそうっていうね、アーカイブでございました。本当にどうでした？しょうもない技を持ち上がってこれ何年かけて習得した技か。え、そんな時間かかったの？で何年前のものを蘇らせるから。でもさ、でもさ、直近の記憶はさ、蘇らんわけやん。ただの記憶ないやつやん。気づいじゃない？記憶良くないやつやん。だってん？あ、服だ。いや、俺別にそれを言い出したわけじゃないよ。俺はなんかちょっと言いたいことあったの。何？いや、だって溝って記憶科目苦手だもんね。あ、その神経衰弱の時も魚みたいなのを見せたもんな。うん？今のは悪口やな。ここの近くにね、団子屋さんがあるの。これさ、大成学の近く。そう、え、待って、そこ多分一緒のとこだよ。ここまさにだ、ゆねのやパークってとこがあるの。あー、おさらばだ、ゆねのやパーク。ハルチ、椅子だぞ、俺と一緒のアーカイブ発動できる。あれ、あそこでめっちゃ美味しいよな。あそこめっちゃうまい。なんか大義とかあるよね。うん、めっちゃ美味しいよ。ちょっとバカ二人黙ってくれ。入り口入ってまっすぐ行ったら、なんかうっとって左行ったら食べれるとこね。そうそう、ちょ、ゴミ二人黙れ。もうね、これ思い出す。で、団子、でっかい団子。いや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 、俺の今日からなく喋るな。あの、大成高校に練習試合で、もう後ろのフグはもう喋っていい、どうでもいい。3-0で勝った時、もうどうでもいい、お前、お前みたいなやつもう喋っとけ、一人で。お前がその悪口言うな。もう、悪口言うのやめて。今んとこ、あなたが一番言うとる。ほんとに？じゃあ、ハルチ、俺ってかっこいいですか？うん、めっちゃかっこいい。そうやろ？ちょっとブサイクだけど。バーン！絶対俺だって眉毛整えればイケメンになるはずだ。なんでお前眉毛のせいで全部がブサイクになるの？ヒゲだよ一番。そしたらハルチと付き合える男になるんですね。ごめんなさい。なんで？私最近コメントで多いもん。ハルチは小林と付き合ってますかとか、お似合いですとか、ガチギレしとなるもん。え、そう、俺と水はいつも思っとったけどね。え、だから前小林にさ、え、お前本当に付き合っとるってハルチと言ったら、もう付き合ってるよって言ったから、どこまで行ったのって言ったら、え、もう子供できたよってこのたわけが、たわけは悪口じゃないもん。たわけは悪口でしょ。あ、じゃあ悪口になったわ。言ったね、悪口。そんな言葉なんか水が言ってますけど。何？遅刻はするわ、ろくなこと喋らんわ。そうだよ、今日ね、確かハウス着いたらね、起きへんかった今日って言ってたね。水は真面目だで、まあめったに死んで大丈夫や。問題は後ろのカッパじゃ。お、急に来たな。エサなしで魚釣れたな。うわ、そんな言葉言いたくならんもん俺人生で。頭になくない？恥ずかしいよね。恥ずかしい？小林より恥ずかしい。小林の人生を、うん、生きとることが。いや、小林の顔で歩くことがもう恥ずかしい。小林は自分で望んでこの顔になっとりゃ、ヒゲも生やして太って望んでねえよ、ポテトに油かけて太ってハンバーグもモリモリ食べて不健康な生活して。で、今の小林はどう？もう本当に底辺の底辺高校生の時のことも、まだマシだったもん。私は小林くんって言うのと、あの頃はまだマシだったもん。絶対に小林くんに、もう救いはねえだろ、ほらわかる？健康的な生活を送って、ヒゲも剃って、髪の毛も整えて、運動もして、で歯も磨いてお風呂も入る。そしたら人間になれるじゃん。人間になれるじゃん。人間になれるじゃんって何？今何なの？怪物。美女と野獣って知ってる？はるかは本当に絶対野獣のこと好きになるっていう未来はないもん。好きなんだよ野獣は。キモいって見て、キモい。お前さ、車につけんなよ。汗ついたし。俺。
ハルッチョ、俺のお尻なら舐めれる。絶対に嫌だ。なんで？キモいじゃん。キモいよな。なんで嬉しそうなの？こいつらに何も言っても変わらんもん。喜ぶだけだもん。うん、喜ぶ顔なんて見たくもないもん。うん、あー、終わりじめて、確かねえねえ、全然車見つけてないよ。こういう道めっちゃ好き、俺。バスバス歩くの、歩きたい、こういう道。黙れ。あと、ちょっと昔の時代にタイムスリップした。いっぱい来てるよな。刀とかで切られる。お前なんかしたかい。最近もさ、コバとリゾの言い合いが止まらん止まらん。俺らが反応しなくて、ハルチもすごいぞ。違うよ、コバに対しては言うよ。おい、どうしたお前。だってさ、本当にコバはさ、大変なんだって。また2万円あってさ、お風呂入ってください。また、うん、その話。はるか、普通に別にお風呂入って歯磨いて髪の毛整えてちゃんと人間みたいな生活を送っとったら何も言わんもん。え、もうそれできたら小林の童貞奪ってあげてもいいってこと？それは絶対無理。なんで？誰かが人間として終わりそう。いやいや、言い過ぎじゃないよ。誰かとそういう行為をするってことは結構大きいことじゃん。いや、だからそれを言えばいいのよ。人間として終わりそうは言わんでも。違う、小林はオブラートに包んでももう伝わらないってことはこの1年間くらいで学んだの。じゃあ一回行ってみて、オブラートに包んで。小林くんとはそんなことは絶対にしたくありません。好きー。ねえ、ほんとに無理。ほらね、伝わんないでしょ。それ言わなかま。だから、お前とそういうことするとあるから人間として終わるんだ。もうやめてくれ。僕も人の子なんだ。これでこの動画を見て、小林くんかわいそうとかって言ってくる子がいるのよ、なんか。いや、大丈夫。絶対ないから。いや、いるの。いや、絶対ないですよ。ごめんなさい。だからめっちゃいい顔だよ今。うん、ねえ、何をさ、私の鼻見て。顎に産毛生えてんなって思ってた。お前抜いたって。触るな。何に。お前だけは。何が触ってんだ。俺のタイミングで触るわ。じゃあ触るよ。触るなよ。今は顎の毛の観察してんだよ、あっちの。なんでさ、こんな人にファンがいる。画面越しに見るのが小林はちょうどいい。まあ本当にそうだよ、みんなこれだけは言いたい。一回オフ会開いたらお前のファンおらんくなった。とんでもない化け物を許しとったんだって。みんなその小林推しっていうこのカッコ全部消すぞ。あれ、みんなで俺の悪口大会やってる今。うん、そうだよ。いいじゃん。え？あ、ファンの女と付き合いたいよね。女って言わないの、女性か女の子って言ってください。まあ、でもね、言われてたもんね、占い師さんにも。12月にちょめちょめしますと。俺普通ハルちゃんと思ってるからね。でも言われてたよ。まあ、はるかさんではないですねって。占い師さん。あのバーバー。めちゃくちゃ言うやん。穴クンクンしてえな。なんだって。俺ハルチはお尻の穴をさ見られたくないの。あ、人に。いや、え、答えは一つしかないよね。ティッシュついてたらどうすんの。あの、ついてる可能性あるよね。でも私ちゃんとね、あれだよ、入念にちゃんとウォシュレットでやるから。チェックしたらで、ちょ、後ろ向け。なんでもチェックしたらで、ケツ出せって。嫌です。本当に言うこと聞かんな、このメス豚は。コント変態だ。コント変態クソゴリラが。ダリンダリンダリン。結構大きい。ドバーンって言ってる、ね。いや、もう痛い。めっちゃ傷ついたけど、だもう最近それは気持ちいいから。いや、傷ついちゃってるじゃん。もう無理、ダメダメ。今までみんなにできた悪口で傷をつけちゃったから、その傷をね、勝湯さんみたいに治療することを心がける。今日のナルト見て思った。手遅れ。勝湯さんでも治癒できるぐらい、うん、この傷ついてる。どうした？あそこで僕生まれた。え、そう、あそこなんだ。うん、赤ちゃんの頃思い出すと赤ちゃん声になっちゃうよね。なんないなんない、はい、あ、僕のハイハイクロールみたいだったんだって。何それ。あ、ゴリラ。昔からゴリラやってないよ、じゃあ。誰にも拾われる。おっぱい。誰かあるからしか出ないから、こんなからと。あれっちょ、おっぱい出るようになったら小柱開けてみてよ一回。絶対に無理。なんで。絶対に無理。なんで。死んだ方がマシ。でもあげるおっぱいある。それはね、女性の体の構造としてね、できるようになるんだって。あ、どんな貧乳でもってこと。もう見てやる、もう見てやる。誰かこいつを削除してくれ。削除。
でもみんなね、多分ね、ここにね、座ったらわかる。で、同じような扱い方されたら、何言っても失礼じゃないんだって思っちゃう。だってそれ以上のことされてるからね。あ、まあ、アルチってセクハラされるの好きやしね。好きじゃないからね。あなたたちだから許してるだけであって。あなたたち以外だったら私、ぶち切れとるよ、ライブとかでも。だからみんなは多分良かれと思ってるのよ。やっぱこういう動画のあれでね。なるほどね。だから、みんなって勘違いしてるだろうけど、この賢メンバーの絆があってこそのセクハラですから。知らない人にそんなこと言われたら、不快でしかありませんので。あ、絆ありきのセクハラなんやね。じゃあ小林はいっぱいセクハラしてもいいってこと？もう触ってもいい？ダメ。小林は。本当にダメ。絶対ダメ。これ何、鼻くそからならいい。マジで無理。最初の一歩じゃあ俺マンゲから挑戦するわ。無理です、ごめんなさい。ちょっと抜いたやつでいいで、ここ乗せてよ。やだよ、うまくいかんな世の中。ちょえぐいってこれ。え、ちょやばない、あのトラック。ゴミ収集車がおるんか。あ、だから渋滞してるのか。ゴミ収集車なら僕を回収してください。お願いします。お願いしますじゃねえだろ。あほう、うまくいかんな。なかなか全然出てこん。何が？なんでもない。もっとポンポン飛んでこいよ。それな。何が？何、もう終わり？終わりやもん。達成達成。何が達成？ねえ、もうトラック2台でやろ。お前らまたなんかやっとったんかじゃん。ちょっと待ってな、早かった。よっしゃ、5億円達成。5億円達成。はい、終わり。今回何もちょっと想像がつかんぞ。まあ圧倒的小林優勝じゃない？お前すげえな、マジで。マジですごいわ。悪口言われた方が勝ちってやつ。正解でーす。いや、そんなん出てくるに決まっとるやん、あの日気持ち悪いことやられたら。あ、だからさ、みぞが一回さ、はるかこれ、この動画見たら、みんな見たら、はるっちめっちゃ悪口言っとるって言われるかもしれんったら、いや、この動画大丈夫、思われんよって言ったやん。これで、この動画を見て、小林くんかわいそうとかって言ってくる子がいるのよ、なんか。いや、大丈夫、絶対ないから、この動画。いや、いるの。だからさ、なんでそんな急に、あれと思って。そういう動画だもん。まあでも、あの、こっちが鹿剣食っても一方的に言っとるシーンはめっちゃあったけどね。うん。特に俺ね。うん。お前マジで天才だな、悪口引き出す。歯めっちゃ黄色いし、ほんとに。そらでしょ？なんでさ、髭の端っこちょっと濡れとんの、お前しか。ほら。これむずいわ。え、これむずいな。俺もめっちゃ種まいても、そう。うまくいかんのも盛んなって、花が。なんでやねんって、俺。そう、なんでやねんとかさ、あ、確かに。俺、確かにじゃねえだろ、ボケが。プライベートだったらめっちゃ言ってくるのに。そうねえ、言わないでさ。カタン中やべえぞ、こいつ。カタン中やべえだよ。カタンの時私負けず嫌い勝っちゃうから。だって、キッシュ打った瞬間、うわ、キンモって言われた。キンモ、こいつ。はい、ということでですね、小林の優勝圧倒的な。お前待って、もうなんかさ。悲しいよ、俺は。嬉しくないよ、こんな。はい、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントたくさんお願いします。あとかしこチャンネルとハルッチのインスタグラム、 TikTok のフォローの方もよろしくお願いします。あとここからが重要です。みんなのクレジットカードの番号、暗証番号の方送ってくれよな。言ってんのボケ。 Amazon の欲しいものリスト言ってんだろうが。うーくさー送れるよな。また見てくれよな。